フィギュアスケートグランプリシリーズロシア大会、女子ショートプログラム村上佳菜子は冒頭のダブルアクセルを決め、幸先いいスタートを切ります。しかし基礎点アップのため、演技後半に組み込んだ3回転3回転のコンビネーションは回転不足。続くジャンプでの転倒も響き6位、ファイナル進出へ苦しいスタートになりました。一方男子は今大会3位以内でファイナル進出が確定する小塚崇彦が出場。全体的に力が入りすぎたという小塚は4回転ジャンプで回転不足を取られると、続くトリプルアクセルでも着氷が乱れ手をついてしまいます。それでも安定したスケーティングで3位に食い込んだ小塚、日本時間の今日夜行われるフリーにファイナル進出をかけます。